体重が、もともと真っ赤っかじゃないんで、まあ元気な方問題ないレベルだと思うんですけど、はい、まあ、もうちょっと赤いといいんですけどね。まあそうですよね。まあ、そこは難しいですね。はい、で、足の、昨日今日はあの段階ではほとんどかじってないんですけど、今朝どうやらか右側だけかじっとったんですよ。いつも左なんですけど、ずっと左だって。で、なんだろう、右の方をかじったみたいな。めっちゃこれ大事にしたほうがいいですね。25ぐらいします。4月5日が24、6月18日が23だから、すごいですね、24。体重は減ってないし、問題ないし、うん、まあ、足、ちょっとかじるかかじらんかだけだと思うので、で、まあ、右かじる、あの反対側の足かじるっていうのはやっぱりなんかかゆいのかなと思って。かじるとしたらこの先っぽの方、先っぽですね、爪の、はい、厚めの根元ぐらい、爪をかじる感じですね。まあ、今はそんなに爪の根元が赤い、あ、これがちょっと赤いか。これが左足がかじった。ああ、そうですか。ここがなんかちょっと赤くないですか、この2番目。ああ、はい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 。はい、あ、そうですね。こっちは割とスッキリしてる。そうです、そうですね。こうかじったらかじると。はい、じゃあそのまま見てないところでかじっとるかもわからんとね。お、すごい。お昼でその餌は結構入ってますね。おお、はいはいはい。で、見てて、金があるから分かりにくいですけど。まあ、こうやったら6割ぐらい、60% ぐらい入ってますね。すごい。だから、食欲とかは全く問題ないし、もう朝、餌をやるともう一目散で、まあ、朝はシードをやって、シードをやるからなんですけど、朝はもう両方とも必死で食べてます。食べました。長田さん、ちょっとつけて、目視。じゃあ、ここにね、目視で口につけますね。はい、足はどうしましょう。ちょっとこっち赤いから、光線照射やっていきましょうか。ちょっとそうですね。はい、じゃあ、点眼しますね。なんかバンプロー。見たことないものは本当に何でもいいよ。怖いね。これもね、慣れると結構ね、気持ちがいいからパッとしてる子も多いんだけど、ちょっとなんか怖いね。慣れるまで。元々この子怖がりの子なので、そう一匹は割に平気なんですけど。
まあでもさ、体重が増えたっていうのはすごいいいことですよね。だから持った感じもちょっとふっくらしてますもんね。でくちばしならおっしゃる通り、この子にしたらまあまあかもしれないけど、普通のここに比べたらだいぶ薄いからさ、まあ、その辺が腎臓が大きいとかそういったものの影響があるんじゃないかなと思うんですけどもね。いるんですよ、こういう子若くて、だってこの子まだ若いじゃないですか、5月で見てるでしょ。そうですね。まああと卵はその後に降りてこないから取りますよね。夏がいいとは思うんですけど、また涼しくなってくるとまたちょっと気をつけないとね。そうですね。暑い時はさ、そんなに産まないんですよ。涼しくなって寒くなってから産みますんでね。冬でしたからね、2月だから。あとは爪はどうします？あ、伸びてます。伸びてるようならけど切っといてもらった方がいいかな。切りましょうか。前切ったのがだからいいですよ。7月5日に切ってますから、ちょっと伸びてるっちゃ伸びてますけどね。そうですね、ちょっと切っといていただこうかしら。この子は爪切りにくいので、クイックストップと出しておいて体重計します。はい。はい。ちょっと。はい。こんな感じですね。ちょっと先端を見てみます。ちょっと調整します。今後のためにどうやって持ってるのか。指をとにかくね、指をここで顎を軽く固定して、残りの3本の指使って、この子の指を一本一本持つこと。そうですよね。そうしないと、そうしないと動いちゃいますよね。指を必ず持って、他の指が時々こっちに来ちゃうから、そこに気をつけながら。今ちょっと失脚しちゃいました。で、まあそういう時は、はい、もうこれは止血剤ですけどね。お家だったら、まあ、味の素を用意するから、はい、同じようにつけて押さえてるとないことになります。ちょっと失敗したのですいません。はい、頑張ってくれました。普通こうやって取れるんだけど、そうしない方がいいわけ。ここやって、いつもこれ。あ、ここでね。うん。そうするとこういうのなしでも止まるんですけど。あ、なるほど。これでやっときます。この方がまあしっかりはしっかりですよね。ガチャンって言うてね。本当にこの子は臆病な。はい、じゃあお薬をね、はい、2週間分ですよね。そうです、ね、はい。そうですね、何回かやろうとしてさ、めっちゃんこ混んでる時だったんですよね。すいませんでしたね。そうです。この子が安定してればね、薬はね、最大4週間までを出します。だからいきなりでも4週はしませんので、2週で出せて、まあまあ安定したら3週出すことは可能ですし、はい、わかりました。だから2週目はすみません、落ちて解いてください。はいはいはい、はい。
はい、じゃあ今ね、2週間分ね、はい、準備してますので、ちょっとお待ちください。大事なさってください。